さて、そして今日優勝したロビン・カズンズ、ね、素晴らしいですね。五十嵐選手を寄せ付けなかったですね。曲はアメリカのディスク曲をアレンジしています。右足でスピン回ってるんですね、はい、この人は左足で回ってるんですけど、この辺はこの人の器用なところですね。ロビン・カズンズ、そして綺麗に滑らかに滑ります。この人は足の長いのあんな高く上げたんですから、もうどうにもならないですよね。間違えてるような感じですよね。180cm、ものすごいですね。また大きく見えますね。3メートルぐらいになりますからね。盛り上げますね。最後ラストですね。始まりましたね。ダブルアクセルですね。はい、ウォーレンという人ですね、はい、ウォーレンから今度ダブルリッツですね。
見事。ああ、もうね。そうですね。五十嵐君もやったけどもう聞いて、そうですね。ねえ、佐野さん、はい、6点満点が、うん、そうですね、僕出るんじゃないかと思ったんですけどね、ノーミスって言ったんですね、ただね、はい、まあ、3箇所ぐらいね、はい、もう1回転してもいいんじゃないかなってところがありましたね。あ、そうですか、はい、その辺はね、はい、まあ、やっぱり6点満点と言いますと完全無欠でなくてはいけない、はい、でそういった部分がありますから、うん、その辺を、ジャッジの方が見ていて引かなかった出さなかったんじゃないかなっていう感じがしますね。そうですか、はい、五十嵐選手はですね、3回転を4種類やりました、はい、このカズンズはいかがですか。カズンズは3種類ですね、3種類ね、はい、その辺があの技術的な評価に結びついてきたのかもしれませんね、そうですね。得点をご覧いただきましょう。しかし6点満点に近い点なんです。22歳、そうですね、現在のファッシーコーチ、ファッシーさんと同じでついてますね。スライドになりましたもんね、はい、はい、これがまず技術点が出ました。そうですね、今の佐野さんおっしゃった点で、はい、0.2 ぐらい引かれてるじゃないかなっていう感じがしますけどね、はい、しかし6点出してやりたかったような、うん、そうですね、まあ、6点でもおかしくなかったんじゃないかなって感じしましたけど、ね、はいはい、ただまあ滑走順の問題もありましたからね。あ、そうで、あれ早めにそうだったんですね。この後に五十嵐君が出てきましたから、そういった意味で6点を取っていたのかもしれないですね、五十嵐君のために。、はい、ほら 5.9 ですね、 5.9 がずらりと並びましたね、ここでは、はい、1人2人ですもんね、見事でした。フリーの申し込みですね、まあ